東長寺は、福岡県福岡市博多区にある新言州の寺院。九州における、新言州九州教団の拠点寺院である。三号は南岳山、正式名称は東長光寺である。筑前国属風土記によると、空海が、唐での修行を駅国の都につき、大道元年10月に博多駅着、翌年4月末まで博多に滞在したと記されている。 大罪の折に、密教当然を祈願し、本尊とし、不動明王像を空海自らが掘り、一伽乱を建立したのが始まりとされる。寺院名の東長光寺は、密教が東に長く伝わるようにと時制し命名し、空海が創建した日本最古の寺とされる。初期の伽乱は、博多の海辺の根行町とも言う。にあり、大伽藍を有志寺勢は、盛んだったとされ。 空海が自身の像を掘り台指導に安置し、また多門隆し、持ちに天造も空海が自作したと記されている。現行年間の頃に陛下に、愛三年後に再興するが、当初の半分にも及ばず。再度、永禄天正年間に陛下に愛交配するが、福岡派二代藩主、黒田忠之が、新言集に帰依し、大団落ちとなり、現在地に、首老、ごま堂第日道、 本堂などを混流、また、寺寮二百国を寄進して再興し、母大書とした。また、福岡藩三代藩主、黒田光之も寺寮百国と三輪十五万坪を寄進し加増した。年間行事書き山笠博多義音山笠の老山野に、なると、老山笠のコースには三つの清道木が建てられている。最初の旗は、串田神社の清道にあり、二つ目が、 東長寺前の元広通りのセンターライン部分、三つ目が上天寺の前である。いずれも、閣流の柿山笠が回るので、見物のポイントでもある。閣流は、東町寺正門前に並ぶ住職たちを前に、柿回る習慣が残っているが、これは明治維新後の神仏分離まで東長寺に、属する新護寺が、串田神社を管理していたことから、今も、なおその経緯を表して、 表敬を行っているためである。ありがとうございます。